6番目ハンガリーオノディです。個人総合では8位と、もう一つ予想よりも低い順位でした。そうですね、いいですね。今のは不審の前方宙返りの半分ひねりと、はい、まあ、小野寺選手はいつもこの技を第一超越にしてるんですね。ですから個人総合、まあ、チーム戦も全て飛んで着地も決めてますので、まあ、この前方でひねり、まあ、ちょっと難しいんですけれども着地までの安定性は抜群ですね。まあ、先ほどミロソビッチが飛んだ技、はい、あれは抱え込みでしたが今度は屈伸姿勢できました、はい、膝を伸ばしているわけですね、はい、ですからまあ抱え込みよりはもっと勝ち点はまあもう10点以上がないんですけれども抱え込みよりも屈伸が難しいですから。今年4月のパリ世界選手権で金メダルを取りました。1回目 9.925 現在のところ5人終わってルーマニアミロソビッチがトップ、そして第2位がボギンスカヤ。ボギンスカヤオリンピック2連覇叶いません、はい、現在トップのミロソビッチ選手に並ぶには、まあ、単純計算で 9.95 が必要ですね。そうですね、はい、これから2本目曲がってるっていう印象を受けたんですけれども、スローではどうでしょう。しかし加納さん、この足の線が実に綺麗ですね、はい、そうですね、まあ、2本目にこれだけできるっていうのは非常にこの飛び方で飛んでもいいわけですからね、はい、まあ、進出で前半はあるんですけれども後半少し着地までに早く足を持ってきてますので屈伸姿勢が早いんですけれども、やはり日本跳馬で着地を止めるというのは、いや、素晴らしい跳躍でした、はい、1回目が前転跳び前方屈伸宙返りの2分の1左、2本目 9.925 続くハンガリーのオノディは1回目 9.925、 2回目も同じ得点を出せばミロソビッチと並びます。かー、はい、いいですね、はい、2回目の得点も 9.925。ハンガリーオノディ選手とルーマニアのミロソビッチ選手は共に 9.925 で優勝を分け合い、2人の金メダル選手が誕生しました。